とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン3始まりましたね。今日はタイムアタックやっていきたいと思います。今ね、7、8回クリアしまして、だいぶね、安定していけるようになりました。でもね、結構難しい、シーズン1、2と比べて。なので、一応タイムとしては30分台を目指していきましょうかね。30分台、まあそれぐらいで十分と思います。ではスタート。なかなかね、難しいんだ今回のは。特に22回ぐらいからが、うん、で1回もこれ敵多い。うん、できるならね、火だめをすごい抑えていきたいところですけども、スピード勝負なんで今回は。危ねえ。もうダメージは受けつつ処理していきます。あー、危ねえ。逃げるな逃げるな。よし、影ナイス。オッケー。あっ、オッケーオッケー。本当はね、ここを行くならば壁とかを利用して戦っていった方が安全なんだけども、今回はちょっとスピード勝負なのでご利用して行きまーす。はい、次行くぞー。もうほんと今回のタワーは22階からだね。そこまではまあまあ、そこまでも難しくないかな。うん。で、矢がね、いっぱいあると楽。矢がいっぱいあると楽になるね。まあ、それはちょっと運になるんだけど、運が良ければ、すごく楽に周回させてくれる。でも、運が悪ければ、かなり厳しい戦いになるところだね。さすがにね、1回も出ないっていうことはないと思うんで、まあまあ大丈夫と思うけども、うん、ほんと今回は矢が重要。うん、シーズン2もね、矢は重要だったけど、2以上に今回のシーズン3はもっと重要だね。よっしゃ。はい、終わり。あとお前で終わりか。まあまあ今のところ順調。まあ順調でも当たり前だけどね、当たり前ですけども、こんぐらいはいっときましょう。あー、危ねえ、忘れとった。雪玉を入れていかないとね。よし、いくぞ。まずこいつを処理しとかないと。うっとうしい。はい、上の方から行こうかな。で、クリーパー倒す。いないね。しゃ、今回をやってね、パワーシェーカーの有用性がよくわかる感じになったね。あー、本当はこいつらを倒れるまで見ときたいんだけども、タイムアタックだから行きましょう。もしかすると矢が出るかもしれないのよ。うん、でも、あー、ミスった。裏切りの刃取るの忘れた。うまいか。3回チャンスがあるんで、裏切りの刃を取るチャンスが。なんで、まあ次かその次で取ればいいですね。この次で取ると、吸血をつけることができます。で、その次だったらば追い打ちか。そうね、タイムアタックっていうならば追い打ちの方がいいのか。安全に行きたいならば吸血の方がいいけども、うん、追い打ちの方を取ろう。ちょっと怖いけどさ。よっしゃ。ここはね、クリーパーの爆発が意外と役に立ってくれる。マジか、マジか、マジか。よし。
オッケーオッケー、んーぬいけ、うん、効率使いが鬱陶しい、やれ、あーミスった変なとこでローリングしちゃった、はい、打ち漏らしないね、いないね、オッケー、打ち漏らしでね戻ったりすると時間が若干かかってしまうのでスムーズにいこう。でここで裏切りにしときましょうかね、オッケー。で裏切りの刃の追い打ち2ぐらいでいい？いいでしょ、うん、あーで次クリアしたら3が入れれるかな、追い打ち3入れればまあまあそれなりの火力は出せるようになると思うんで、まあボス戦では若干なりとも役に立ってくれるでしょう。フィールドがね嫌いなのよ、変なところに敵が湧いたりするしね、ここのフィールド嫌い。おーよっしゃ、オッケー、矢が出てきてくれると嬉しい、とても喜びます。で、あと2体、あ、3体か、はい、し、オッケー、うん、もう、お前いや、1本使っちゃったよ、まあいいけどさ、何もいりません。パワーシェイカーが、最使用時間、いや大丈夫ね、はい行ってください、うまいこと倒しておいてね、毒ダメージが結構嫌いだから極力毒ダメは受けないようにいきましょう。はい、若干矢がもったいないけどまあまあいいさ、いけ、ここはねできればスライムは自分で倒したかったのよ、あちょっと邪魔、スライムからはね矢が出やすいから、うん、できれば自分で倒したかったんだけども、まあいいか、うん、155、ここで155持ってればまあいいかな、うん、おそらく200本ぐらい持ってれば十分こと足りるのでいいですね。でここで絶対入手しておかなきゃいけないのがこのエンチャンターの書、間違いない、これがあるとないとでもう難易度がガラッと変わるから、もう難易度が全然違う。エンチャ入れていきましょうね、 OK、 どうだろう、追い打ちいつもは、鋭利のやつをつけてくるんだけども、うん、まあ、追い打ちの方がダメージとしては上か。いきます。出てきたところにパワーシェーカーをつけて、攻撃だね。で、召喚してきて、こいつらをすぐ、愛っぽい愛のメダルするんじゃなくって、ボスのところで、愛のメダルとエンチャンターのと、これおすすめです。ボスにガシガシ攻撃してくれるんで、でもそこまで与えれなかったな。うまくいくとね、エンチャントがすごいいいやつが出るともうこれだけですぐ倒せるんでいいんだよね。おい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 変に出てきやがって、よしいいかな、いけ、任せた、ナイス、よし終わりです。はい、ボスに近づけてやるっていうのがまあコツだよね、うん、まあ、若干近づかなきゃいけないんだけど、それでも安全、まあそんなに危険でもないし大丈夫です。遠くでしたらボスに攻撃してくれないんで
極力ボスと重なった感じで使うといいですね。この毒レイスは任せた。俺嫌いだからそいつ、毒レイス嫌い。あぶねえ、ちょっと待って。よし、どこいる。あ、お前そこにいたんかい。しゃ、ゾンビこっちいるよね。たまにここに隠れてる時いるから、それで見つけられなくて時間食うっていうこともあったんだよね。はい、行け。まあ今のところ別に問題なく順調ですね。ようやくゴーレムちゃんがここでゲットです。ちょっと貯めて貯めてやろう。いけ、任せたぞ。そっちはエンチャのゾンビたち、うまいこと敵を殲滅してくれ。なんかいまいちだったな。いまいちだな。あ、いいけどね。危ないぞゴーレム。ナイス。ここか。愛のメダルで終わらせるか。はい、終わらなかった。全部あいつらになったわ。よし、あいつらからもう矢が出るけども、まあ待っとくと時間も経つしね、いいです。でここ若干きつめ、若干きつめだけども、まあそこそこ安全にできるだけ立ち回っていきましょう。よし、 OK、 いっけ。このロイヤルガードがね、仲間になってくれるとすごく心強いんでいいよね。バカ野郎、もうやられちゃったのか。早いよやられるのが。ごめん、いつもはちょっと安全に行くけども今日ばかりは安全には行かないぜ。よし、オッケー、任せた。これで上にいるな。再度倒しに来るのがちょっとめんどくさいんで、いけ、ナイスナイス。いいのが出てくれるね。やっぱアイテムボーナス最高。まだいるのそこ。よし、 OK。 あ、え、いない。あー、よかった、こっちにいた。嘘、畜生、まだあと一匹どっかにいる。どこ。あー、このなんか料理人のやつがね、変なとこに湧くのよ。入り口のところに湧いたりするからさ。あれ、まだ、え、どこ、やっぱり上か。ほら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 、もうああいうとこに湧くとね、時間かかるんだよ。嫌になる。ほんと、あのね、ちゃんと湧けばね、この辺に湧くのよ。この階段あたりに飛び越えて向こう側に湧くのはちょっとやめてほしいな。いやー、時間かかった。嫌だねー、あんなところで時間かかっちゃうと。よし、いい感じで。よし、あぶねー、移動ポーションが出た。速度ポーションが出てきてくれたらすごい嬉しい。よっしゃー、お前たち大暴れしろ、大暴れ。よし、やっぱね、略奪者たちが大暴れしてくれると早いね。終わった？よし、13回のね、時間のロスを今ので挽回できればいいけども、どうだ。ビーストボスとポーションバリア行くぞ。今ちょうど真ん中、
で、15分まだかかってないね。15回クリアするので、ちょうど15分ぐらいか。となると、30分。いや、30分無理だ。30分はちょっと厳しいかな。30分は、最後のね、22回、25回、そのあたりが、ちょっと時間かかっちゃうかもしれないんで、まあでも極力、早めに行こう。どこ？レース逃げんな。よし。いいね。矢も出てない。まあ、このやりゃ一緒。多分。ちょっと厳しいかもしんないけど、ベビークロスボウにすると多分ね、若干減るんだよね。大丈夫か。でここもう一体出てきます。先に行っちゃうとここに戻ってこなきゃいけなくなるので、俺はまずねここを処理してから向こうに行きますね。よっしゃ、いっけー。うん、ナイス。でここはゴーレムさんに任せた。いや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 、行って行って行って、俺のことは気にせず先に行ってくれゴーレムちゃん。よっしゃ、まあまあまあそこそこ早かったんじゃない。あそこね、氷自体がちょっとうざくって落とされることとかもあるんだけども、順調です。で17回、ここは休憩ステージ、休憩だけどもちょっとフィールドが広いので、まあ、どんだけ早く倒せるかっていうところかな。うん、ここをある程度早く倒せればだいぶいいタイムになってると思います。よし、あれさっきちょっとピコッとかなったと思うけども、すいませんね、あのパソコンの音です。パーティーに誘われると、そういう音が鳴るようになってますけども、はい、ちょっとねこういうタワー攻略とかそういうのやってるときはパーティーに、誘ってもらっても参加ができないので、ちょっとすいませんね。行けるときには、参加するようにしております。よろしくお願いします。終わりか？よし！まあまあ、悪くない速さだったんじゃないですか。ここね、フィールド広いから、いろいろとね、隠れちゃうのよね、敵が。それがなかったんで、よかったですね。テンポセフト、ここは、はい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 。レイスが2体来るところだね。レイス鬱陶しいので。お？早めに倒しておきたい。この辺のレイスになると、毒ダメージがえっぐいのよ。えっぐいダメージ出してくるんで、毒はまず持って食らわないようにしていこう。要注意。あっちから、はいはい、しゃ終わり。うん、悪くないタイムだ。一応ゴーレムは引っ込めていきましょう。次のボスもね、そう大したことはないです。はい、あ、エンチャント入れなきゃ。虚無。ここ重要なのは、テンポセフトだと思います。うん、もともと俺は入れてたけどね。テンポセフトで敵の動きを、遅くしてやると、だいぶ立ち回りやすくなるんで、テンポセフト。そしてダメージも上がる、虚無。それをね、指で入れていって、しっかりとね、敵を鈍速にしていくと戦いやすいと思います。攻撃もねすごく避けやすくなるんでね。よっしゃ、
雑魚が出てきたら愛のメダルでおちゃんです。なんかね、よし、いいエンチャか、いやいいエンチャじゃないな。いいエンチャだったらね、もうほんと即殺なんだけどね、ちょっとよろしくないエンチャだったみたいですね。よっしゃ、もう終わり。え、なんかバシバシ食らってない？サイコロがいたか。とりあえずクリアでーす。ここでゴーレムがさらに強くなるっていうこと。でもう20回以上になると本当火ダメがねかなりでかい、かなり痛くなるので要注意、もう十分注意していかないと、もう一気に持っていかれるからね。そういう時はもうすぐポーション、もうためらわずに使うこと、これ大事。ポーションはためらっちゃダメ。今回ヤーが若干少ないんだよな。矢をね、たくさん使える状況にあればまた楽な立ち回りもできるんだけども、今回は矢がちょっと少なめ。ある程度節約していかないとエンダーマンたちがねきつくなるのよな。あいつらマジできついのよ。いや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 、若干いや使っちゃったな。出さない、出さないね。はい、クリアです。で次22階、ここら辺がもう山場だね。22階25階あたりがまあ一番、皆さん難しいと思う場所ではないでしょうか。立ち回りがここは難しいのよ。ゴーレムと、あーミスった、あぶねー。愛のメダルを使うタイミングっていうのがほんと難しいんだよね。早すぎてもダメだし、遅すぎてもダメ。よし、 OK で、ヤーはまあまあまあ若干なりとも足りてるか。よし、 OK。 ゴーレムがねダメだな。ゴーレムの立ち回りが全然よろしくない。できれば、よし、 OK。 あぶねえ。ゴーレムはねもうちょっとうまくね立ち回ってほしいんだけど、厳しいね。ゴーレムにそういうのを求めるのはちょっと厳しい。よし、じゃあ次はガストそのまま突っ込みましょうか。行くぞ。どこだ。あ、行った。お前落ちてたんかい。ゴーレム、あ、ちょっと待って、俺落ちちゃったよ。ちょっと待って、お、あ、待って待って、俺動けなくなってるって。うわぁ、もう。いや、もう、落ちた俺も悪いけどさ、ちょっと待って、変に使っちゃった。なんだ、今の。ポーションバリアで全然耐えれてたじゃん。下で挟まるとか。いやーマジでやめて。厳しいなー。若干テンション下がった。ちょっと待って、もうゴーレムエンダーマンを攻撃するんだってば。あー、いやー、うまいことやってくれないね。ほんと、これエンダーマンでね矢をだいぶ使っちゃうから、ここで倒した後に死んじゃうっていうのがねほんと一番嫌なところ。よし、あと一発、よし、OK ね。じゃあ行きましょう。
はい、オッケー、おお、ナイス、いいエンチャントがついてくれた。でもゴーレムのエンチャ次第ですぐ倒せるかすぐ倒せないか、それがはっきり分かれる。もうできるだけ使いたくないんだけども、あれ、いや、いたいたいた、できるだけ矢はね25回のために取っておきたい。いや、やられたな、時間ロスだわ。ああ、ちょっとタイムアタックだからちょっと無茶したか。いやいや、今のは無茶じゃねえわ無茶じゃないわ、不具合だ。あれ普通にあの台が上に上がってきてたら全然いけてたわ。もう、まあ、落ちた俺も悪いけどね、ああいうのは勘弁してください。あのね、本当にね嫌になるわ。しかもこのタイムアタックの時に、まあこのあとね25回、そこである程度挽回できればいいです。うん、あそこが結構時間かかると思うんで、あそこで結構挽回してね早くクリアすれば、おいおいおい、このくぼみにねエンダーマイト入ると攻撃当たんないもんね。そのやつでした。 OK、 こっからちょっと飛ばすぞ。でもここ飛ばしすぎるとやられるからね、要注意。いけ、おいおいおい、ゴーレム何した、どうしたどうしたどうしたなぜ戻ってきた、お前戻ってこなくていいよ、なぜ戻るんだ。いけ、よっしゃ、ちょっと急ぎすぎたか。いやでもこれぐらい早く行かないとダメだぞ。よし、 OK、あー、ゴーレムやられてる、マジか。よし、うっとうしい風使いを先に倒しとけ。 OK、 よし、行くぞ、ゴーレム行け。弱体化が入るとねダメージもだいぶマシになるんで、いったでしょう。うん、そこそこですね。あまりにもねこう急いで前に出すぎても死んじゃうので、若干気をつけたな。いくぞ、んで、後半の山場その2、25回、ここをいかに早くいけるかだと思います。いってえな、いってえな、ほんとに。ちょっと待って、エンダーマンを連れてきてくれ。うん、来ない、いいよな、よし。あんまりここにはいたくないんだな、あいつの炎が飛んでくるんで。大丈夫か、うん、よし、もういいよ、よし、こっち行こう。はい、エンダーマンやろう。よし、オッケー、エコーついた、エコーついた。あ、でもクリティカルがついてないな、ただのエコーだけ。エコーつくと早いんだけど、おい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 、出てこない。ちょっと待て、お前は来るな、落としちゃえ。うん、落とせば早いんだけども落とせないか。うーん、オッケー、若干時間かかったぞ。いくよー、もうもう火だめ覚悟で突っ込め。
よし、ああ、まあまあそこそこでしょう。あっ、いけなかった。ちょっと待って、ゴーレム戻ってきて、行くぞ。よし、任せた、ミストバスト。はい、終わった。よし、まあまあじゃない、まあまあだったんじゃない今のは。よし、行きまーす。ここもね、急ぎすぎて前に出ると火ダメもろもらっちゃうんで注意していこう。ここ注意なんだよな。どこいる？あま、あ、おー、今日今日いいよ。あまり前出すぎないようにしときましょう。 OK。でここゾンビを倒した後にこのところにクリーパーが出るから、そこをゴーレムちゃんで、粉砕してもらうと。 OK。 あのクリーパー若干怖いんだよね。いけ、よし、ナイス。これこっちやる。奥にもクリーパーが一体いるんだけども、あいつは別にそんな気にすることもないですね。もう、あー、危ねえ。この毒が痛いのよ、毒が痛いの。ん？爆発した？したの？いや、してないじゃん。何してんの？怖っ。もう、なんでそこにいるんだ。やっべ、重力はほんと良し悪しです。あぶね、毒が痛くない。あぶね、毒ダメージほんとね、ちょっとでもぼーっとしてたらもう一気に半分以上削られるからね、あれ要注意だよほんとに。よし、いきまーす。ここで店舗セットの方入れとこうかな。あの毒爆弾はね、マジで一番最初にすぐ起爆しに行ってください。じゃないともろ食らっちゃうんで、あれワンパンです、食らえば。 OK。 で奥のこいつら、あ、お前たちやってくれる、ありがとう。よっしゃ、で、いきまーす。よし、おうおう、自分に攻撃するやつをエンチャしてどうすんだお前は。よし、俺はラッキーだけどね。よし、あと1回かなだね。よっしゃ、あー、いや、エンダーマイトがなった。よし、いけ、バカ野郎。ゴーレムにエンチャしたはずが全然違うとこじゃん。よし、そこ爆弾あるから要注意です。あー、もったいねえな。矢が31本か。まあ31本ありゃ足りるか、足りるね。よし、行くぞ。よし、ここはまずこの中に入ってある程度処理しておくと楽です。でクリーパーがね、ひょっこり現れてくるんでそこ要注意。風使い、うっとい、あ、ちげ。よし、行ってくれゴーレムちゃん、お前の活躍でだいぶ変わってくるからね。おいおい、風使い、いいね。よし、ナイス。よっしゃ、もうちょっといるか。この先にいそうだね。
よいし。OK。ダメージいった。ああ、よかった。矢が出た。出ないかと思ってたけど、矢がうまいこと出てくれました。こんだけやりゃいいね。で、ゴーレムがここね、更新できないんだ。ゴーレム更新ができないんだよね。まあいいか。こんだけ HP あれば、まあエンチャントかけてれば大丈夫かな。よし。で、ポーションまでは別にいらないんだけどね。いいか。ポーションマリアと雪玉。ここはね、雪玉が重要になります。なぜかっていうと、雪玉でボスの、遠距離攻撃を消すことができるんで、だいぶ役に立ちます。頼むぞ、ゴーレム。OK。どこ？ん？倒した？レイス。わからん。なんか消えたけど、多分倒したんでしょう。うん、いいダメージ。いいね。やっぱベビークロスでここいいわ。全然いいわ。オッケー、いいエンチャ出た。これ早いよ。よし。で、あとはお前らを処理して、おしまい。クリアでーす。よかった。見てみましょうか。報酬は。うん、いまいち。ということで、タイムアタック35分ぐらいだったね。クリアすることができました。ちょっと一回やられちゃったんで、あれがなかったら、33分ぐらい。で、もう少し慣れると、おそらく、29分台とか、それぐらいでいけるようになると思います。はい。まあ、とりあえず今回のタワー結構難しいんで、皆さん注意してやっていってください。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。